引退試合でホームラン打っちゃう人たちいるよな。チャンネル登録、高評価お願いします。長嶋秀雄、さすが長嶋秀雄、やっぱり持ってる人は打つんやな。サービスボールだった気するけどな。 W 堀内恒夫、なんでピッチャーが打ってるん。 W 意味違うってば。なぜかこの試合見てたわ。打撃フォームが理想的だったの。草弾道アーチストやったぞ。リアル二刀流、二刀流ってこの時代にもあったんか。中畑清、中畑は日本シリーズのガチ勝負な。ピッチャーの温情ホームランちゃうよ。両腕上げて男泣きはかっこよすぎた。清のが一番好き。中畑に投げたの吉井かな。フォークが独特。原辰徳のホームランは鳥肌が立つほどかっこよかったな。普通にかっこええ。原監督の現役知らんけどホームラン打つ人だったんか。4番も一時期やってたで。なお今は監督でネタ枠な模様。小池正明、小池はホームランバッターではないのに引退試合2本打ってるからすごい。小池のホームランは泣けた。小池の2本目、最後に体全部の力使って入れた感があって好き。小池の2本目がいっちゃん好き。現地で見たら死ぬほど盛り上がりそう。泣きそうになったけどゴメス後藤のガムくちゃくちゃで泣いた。檜山慎二郎、檜山のホームランは泣いたな。檜山のホームランのおかげで CS 敗退での暴動起きなかったって話好き。だから阪神ファンはこの男と神様と呼んだ。マジ良かった檜山。ヒーヤンはそこまでがひどかったからね。井口忠人、井口のホームランは応援歌もかっこよすぎてマジで激熱。感動の一言、井口さんをあの試合で知ったけどめちゃくちゃ感動したわ。逆方向の深いとこにぶち込む井口は化け物。村田修一、行くな行くな、超えるな。アップのような現実がそこには待っていました。これは打たれたやつやん。 W 球児の球は上がりやすいんよな。矢野の引退試合やで。これが理想のホームラン。力一切入ってなかったもんな。 W引退試合って何か起こるから面白いよな。なおおさんは引退後もホームラン打ってた模様。皆さんはどの引退試合が印象に残っていますか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。